では次いきますか。どうぞ。はい、これはこれは私が選んだ曲なんですけど、うん、これはあの拳ファクトリーと一緒に、うんうんうん、あの合同でやったコンサートの、うんうん、あの中盤でやったメドレー、うん、メドレー、お互いの曲をちょっとずつこう、うんうん、交互に歌っていくっていうやつだったんですけど、うんうん、そう、それがすごい私なんかねめちゃくちゃかっこよくて、かっこいい、あのタイトルがさ、あのローマ字で工房だったじゃない、うんうんうん、でその工房ってベリーズ工房さんの工房っていう意味もあったけど、うんうんうん、あの工房こう攻め合うみたいな、うんうんうん、攻める防ぐっていう感じで、うん、工房っていうのもあったから、こうお互いちょっとさ、いつも以上に強気な顔で歌ってたっていうのがすごい印象的で、そうね、そうね、なんかライバルみたいな感じで、ね、そうそうそう、で私ね、あの歌ってる側を見てほしいんだけど、あの、うん、歌ってない時の、うん、待ってる間の演技、今だったらそう椿の演技を見てほしい、あれね、そうなんか小芝居みたいな、うん、めっちゃ考えたよね、めっちゃ考えた、そう、そこに多分ね一番ね、うん、あれ使ったかも、時間、頭の、そう、時間かかった、そう一個一曲一曲、そう自分たちでも振り付けじゃないけど、そうそう考えてね、うん、いや面白かったこれ本当面白いね待ってる方ね、そうそうそう、注目してほしいな、うん、かっこいい、かっこいい、かっこよくない、このなんかつながりがねすごい好きなんだよね、うん、だってこれやってる時ね、うん、あの私自身鳥肌立った、そうそうそう、わかる、ね、めちゃくちゃかっこよくて、そうそうそう、私普段あんまり自分の映像とか見ないけど、うん、これだけはねめちゃくちゃ見てて、うん、なんか見るたびにね感動する、うん、思い出して、うん、なんか照明とかもかっこよかったよね、そうそう、なんか赤と青とか、うん、うん、やっぱ今のね待ってる時の拳はめちゃくちゃ面白いよいや本当に面白い何やってんのみたいなそうそうそう、でもかっこつけてんだよね、そう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 、顔は面白い、あとこの衣装もいいよね、うん、対照的で、うん、椿赤ってないもんね、あんまり、あ確かにね、拳白、まあ、お花の色的には合ってるけど、イメージはちょっと逆だよね、そうそうそう、うん、広い ね、 ね、中野サンプラザだよね、これ中野サンプラザか、めちゃくちゃ広い、結構長いかもこれ、うん、見応えあるよね、うん、こうやってペンライトさ振ってさ応援してくださってるのもなんかすごい今だと懐かしいって思って、あ確かにねやりたいね、うん、ね、ライブね、みんなにやりたいね、ここめっちゃ好き、あーここね、うん、でもね、じゃあこの後にあるんだけど、うん、もっと好きなところが後で言います、なんかどっちかというとさ、やっぱり拳の方がかっこいい曲って多いから、うん、ね、うん、ちょっと苦戦したかなっていうのもあるかな、うん、確かに、うん、ここのさ小芝居すごかったよねそうだそう、あこれなんかやんないでよみたいな、そうこれ大人になったのめっちゃ面白い、怖いよね、これふざけてるよね、うん、みんなやっちゃうんだよね見てる人いたのかな、いや、ね、これ本番ファンの人で、ね、普通ねこっち歌ってる方見ちゃうから、うん、あんま見られても恥ずかしいな、いや本当に真剣に見せてもなくて、いいねめっちゃ乗っかってるこれも2018年だよね、だってさっきの映像からさ半年ぐらいしか経ってないわけでしょ、そうだね、5月だっけ、あ半年も経ってないか、うん、3ヶ月多い、あ、これ変顔するやつ、うん、これさ、中野は大丈夫だけどさ、あの大阪でやった時結構ひどい変顔してたよね、千秋楽が大阪で、確かに確かに、そう、映像に残んないから思いっきり変顔しようとか言ってたら、うん、ファンの人に意外とバレてたっていうマジやばかった、みんな
かしい。そう、お互いにね、ベリーズ工房さんの曲もやったよね。うん、あー、あったあった。あ、ここ、ここ好きかも。あった、懐かしい。かわいい。歌ってたっけね。ね、2年前。楽しかったな。こんなアングルだったんだ。ね。だ、急に可愛くなったね。確かに。この後のさ、あ、これまだまだ後か。あのメドレーが終わった後の、うん、あのなんだっけ、ライバル？うんうんうん。もうすごい好きだった。こぶしと一緒に歌うやつね。あ、まあ、まだまだありますけど。ねえ。いやー、よかったわ。懐かしかったね。ねえ、楽しかったわ。うん。